ドナルド・チャールズ・マキノンは、ニュージーランドの元政治家。第四代イギリス連邦事務局長。ロンドン生まれ。父親の中アメリカ合衆国ニュージーランド。大使館勤務に伴いアメリカ合衆国の首都ワシントン DC で育つ。名門ネルソン・カレッジ卒業後、リンカーン農業大学へ進学。大学卒業後は、農業コンサルタント、不動産業をはじめ。 刑務所で厚生教官も務める。1969年、1972年の総選挙にニュージーランド国民党から出馬するも落選。1978年の総選挙で初当選を果たす。1987年にニュージーランド国民党副党首に就任。1990年の総選挙でニュージーランド国民党は勝利し、 ジム・ボルジャー政権が誕生。マキノンは副首相権外務大臣に就任。1993年の総選挙も勝利するが、1996年の総選挙では、ニュージーランドファースト党との連立政権を余儀なくされる。ニュージーランドファースト党との連立政権で外務大臣を務めるが、その後、連立政権は崩壊し、マキノンも外務大臣を更迭される。 1999年の総選挙後に国会議員を引退する。外務大臣としてニュージーランドの国際連合安全保障理事会入りを目指し、イギリス連邦の強化に努め、1997年のブーゲンウィル島の内戦では停戦合意への中心的な役割を担った。1999年のイギリス連邦事務局長選挙に出馬し、 スリランカのラクシマンカディルガマン元外相を破り、第四大事務局長に就任。2008年4月1日に退任。現在は王立英国連邦協会副会長。父のウォルター・マキノンは将校で後にニュージーランド軍に所属。弟のジョン・マキノンは元外交官で中国大使、ニュージーランド国防軍長官を歴任。弟のマルコム・マキノンは 歴史家で国際関係、国際問題の専門家。ビクトリア大学ウェリントン研究員を務める。弟のイアン・マキノンは、ビクトリア大学ウェリントン総長、ウェリントン市副市長を歴任。1998年のノーベル平和賞候補者。2007年12月に、エリザベス2世よりニュージーランドで最高位の勲章である、ニュージーランド勲章を授与される。 2009年3月にエリザベス2世よりロイヤルビクトリアン勲章を授与される。ありがとうございます。